お願いします。おはようございます。資生堂ハンドインハンドコール。てかみんなこれ見える？電話線付きのやつ。久しぶりすぎじゃない？元気そうだった？こんにちは、はじめまして、ケミオと申します。はじめまして。その感染経路は分かってるんですか？結論は分からなくて、あ、自分が本当になるんだっていうのが、自宅に帰ったら衣類ですとかカバンは消毒したりですとか、はい、あ、そこまで、まあ、割とやっているつもりではいたんですけど、そういうふうに気をつけてなってしまうんだなっていうのは本当に。私だけ隔離ホテルの方に、やっぱりその子供と会えないっていうのが一番辛かったですね。ビデオ通話とかされてたんですか？子供からはパパ大丈夫、もう少しで帰るからねっていうような、あの会話を。寂しい思いしちゃいますもんね。味覚嗅覚がない状態が大体2ヶ月ぐらい続いて、はい、2ヶ月ですか？その自分がその感染されてる時に、あの不安だったことって？おばあちゃんにうつしちゃったかもしれない、それで心配になって電話かけた時に、あなたが元気になってくれれば私はそれで幸せだよって言ってくれたのがすごい心に残ってます。あ、でもおばあちゃんすごい優しい言葉をかけてくれたんですね。あの最後にはなるんですけど、もちろんあの感染予防しながら、そのやってみたいこととかってありますか？コロナになっていろいろ経験したからこそ、同じようにコロナに困ってる人を助けたいなっていうのはすごく思っていて、自分の大切な人を守れるように行動するってことはすごい大事なことかなっていうふうには思ってます。同じ気持ちです。はい、ではあの今日は本当にあの貴重なお話を、あの本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、これからもあの気をつけて。はい、さようなら。失礼いたします。実際にそのコロナに感染された方の声を自分でこう生で聞いてみると、やっぱり私たちが一番できることっていうのは、日々その感染を予防に努めたりだとか、できることをちょっと少しずつやっていって、あのみんなで協力していけたらいいなっていうのをすごい思いました。だから手守り習慣、手洗いの場合はしっかり洗って、消毒液の場合は一番下まで一押ししてなじませる、どちらも最後はハンドクリームでしっかりケア。対象商品の利益を医療現場のサポートのために寄付します。みんなも手守り習慣続けてこう。シェアしてね。